ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞編集委員の石野信子さんですさあ今夜は何が見えたでしょうか、はいえー、万画偉人伝の新顔からあの人が見えたえ、どの人でしょうどの人でしょう えとね、あの偉人伝ね、はいま、あの最近は何でも漫画にしてる歴史も漫画で学ぶ科学も漫画で学ぶ、えー、こういうの学習漫画のジャンルっていうのがあるらしいんだけどその学習漫画のジャンルで、まあ、一つの,あの大きなジャンルはその偉人伝、えー、伝記物ですよね。私たちも この、うん、あの図書館にも、偉人伝の漫画だけは、漫画でも置いても。らえたので漫画もありました。はは、なるほど。この学習漫画の、その偉人伝の老舗にね、あの小学館って割とこのジャンル強いですよね。はい、まあ、もともと漫画に強いところだけれども。で、その小学館版の学習漫画人物館というのが偉人伝シリーズらしいんですけれども。そこにですね、はい、一番新しい人物として。 登場したというので、ちょっと関係者が本を送ってくれたんです。えー、それがあの人というのはですね。広岡朝子さん、朝が来た。朝が来た。うん、大阪のね。女傑。 で私朝子についてはですね何べんもこのラジオで言うぐらいまあちょっとあの取材したりしたもんでひと事とは思えないということで「へえこの人がこの偉人伝に登場するのか」と思ってびっくりしたんですけれどもでそもそもこのえと偉人伝というかこのシリーズの中これ51巻目なんだそうですよ。このシリーズは えー、1996年だからもう20年ほど前から、まあ、出ているロングセラーらしいんですけれどもで時期時期に応じて新しい人が追加されているということらしいんですけれども偉人年伝なので基本的にはまあそのこの長く知られている読み継がれている例えばその当然のことながらキュリー夫人もいえば、はい、エジソンヘレン・ケラ野口ーノグチヒデこの辺はもう必ず必要。 でもねこの五十巻読んで面白いなと思ったのは例えばねケネディとか入ってるんだよね。あああでもまあ偉人なんですね。ね、うん、偉人というか知りたいというかね、えー、知っておこうということでしょうね子供にして。このダイアナっての。ダイアナのダイアナなんですよ。ダイアナ妃。ダイアナ これも最近入った一人らしいんですけれども<ー>でそこにあのこの春にですねのつい最近出たので広岡浅子さんというのが入ったわけですねちょっとびっくりしました。で日本の女性でこのシリーズ51巻に入ってるのはあとはね与謝野き子さんはーはーこれは歌人のね、まあ、これ大阪出身の歌人<ー>それから津田梅子さんあ津,田塾津田塾の3人目なんです。うんあ 日本の女性ってこれで三人目なんですか。すごい快挙でしょ。えー、で、まあ広川あかさ朝子さんなんてこれえー、っと二年前ですよね。朝が来た。であの朝ドラになる前は、まあ誰もあるし知らなかった。えー 人も不勉強でうん、うん、ああこの方全然誰も知らなかったという感じなんだけれども<ー>そういう人をここに加えたというのが面白いなと一つ思いましたよね。であのこの「ジャックといますか」というマスカ・オビニは「朝が来た」というこの朝ドラで非常に注目されたモデルなんですよということとあとはこの,非常あのこう起業家。 実業女性の実業家新しい生き方をした女性というふうなことでこの日を取り上げたというふうなことが言われているわけですよね。はい、であの中身ねやっ,ぱ漫画って さらっと読めるもんだね <laughs> 分かりやすく<ー>でその子供に向けて結局そのこの人を全然ほとんど子供は知らないでしょうからあの紹介しなくちゃいけないのでどんな風にね、うん、私たちがドラマを見ながらあのディーン・フジオカとかね、えー、その新五郎様とかそういうふうにキャッというのと違うからね、えー、どんな風に紹介するんかと思ったらね なかなかさすがに漫画はこう,こういうのをね作る人うまいもんだなと思ったんですけれどもまず一番最初にその前言ってみたら入り口情報としてはねあささんという人がまあどんな人なのかというのをこの人が炭鉱で結局炭鉱業で生 こうしてそれで実業家として大きくなるわけだけれどもその炭鉱というのに女性経営者がいかに苦労するかってことですよね男の世界で。でこの最初に炭鉱に乗り込んだ時にはみんながもう全然そっぽを向いて「なんだこの女」と言うとその時に「 このガンとしてですね、一歩も引かずにあなたたちなぜそんな仕事をしないのかとちゃんと掘りなさいというふうにあの言ったというふうなエピソードをガンと持ってきて、この人がどんな人なのかというのをルール,ル説明していくというふうな,なる、そのインパクトのあるシーンを冒頭にバーンと持ってくるわけなんですね。うん、だからこの朝子さ,さんという人がまああのなかなか負けん気の強いですね。えー、えー、その代わり信念に基づいてあの頑張った人なんだよというところを うまくその個性的なところですねというのもバンと持ってきてそしてあとずっと説明していくというのがねなかなか上手にできているんだなと思ってそれとあとあさこさんこれ2年前のドラマでしょ、はい、でドラマになってあのそれからすごくやっぱり注目されるということはいろんなことがその後分かってきたわけですよ、うん、この人の周辺の。であ子さんという人は大阪の豪商である梶前さんというところのまあお嫁さんとして頑張ったわけだけれども。 どういういうに頑張ったかとかその明治維新の頃の話ですからね、はい、であのその梶間屋さんというところがどんなふうな商売をしてたのかとかそれから朝子さんはそこで何をしたからそういうふうにあのうまくいけたのかとかっていうのは実は十分分,分かってないところもあったんだけどいろんな資料が出てきたわけですよ注目されることによってうそういうものも上手に活かしながらこの梶間屋というのはこういう商売をしていて。 そこの間で朝子さんという人がどういうふうに踏ん張ったのでこの家が続いたのだとかということもですねふっと入っていって私ものすごく頭がですね自分十分取材したような気がし してたんだけれども頭が整理されてきてなおかつんかちょっと間分からなかったなと抜けたようなところがこう上手にこうねやっぱ子供にはそのちゃんと理解できないと、うん、えおかしいんじゃないかとか飛び飛びっていうことはできないのでそうですよね想像で補ってください,とかといううに大人はなんかちょっと分かったような気になったり、はい、ドラマだとね、まあ、こうこう話の面白さでいくんですけれどもそこのところがね あのうまく説明してあるなあと言って「いや漫画恐るべし」というふうな感じがしましたけれどもまあこれそれとあとこの漫画し人物館シリーズの,あの特徴というのはこう漫画で見せるだけではなくてもちろんこれ小学生向けに作っているのであんまり難しい説明はまあ避けたいということもあるでしょうけどもそれでもその。 解説文とかですねそれから、えー、とそ,の子のその人がどういう時代に生きてこの何をしたから、えー、どういう成果があったのかということの解説も、まあ、コンパクトに非常に分かりやすくまとまっているなということと<ー>あと言葉を大事にしているというのはこのシリーズの特徴らしいんだけれども、はいえー、今回はですね麻子さんの「旧コロビ10きという言葉ね これこの人のペンネーム9「9点10期生」というのを使って自分はもう逆境を乗り越え乗り越えやりましたっていう、えー、残した言葉ですね、えー、9度転んでも10度起き上がれば最後の勝利を得るという風なものをですね写真とともにバーンと紹介していたりしてあ<ー>まあちょっと読めば、ま、もちろん女の子男の子も勇気をもらえるという風な作りになっている。 まあ、あの久しぶりにですねなんかあそうかあのこういう「偉人伝」っていうのもね、うん、なんか読んでみたいな例えば、ね、ダイアナなんかどんなふうにねね,、うん、でねダイアナはね「恵まれない人々に手を差し伸べたプリンセス」っていうふうにあるんだけれども。ああああ でもその単なるいいところだけじゃなくってやっぱり彼女が旦那様の浮気に苦しんだとかそういうことも書いてあるってうらしいんですよ。ということでまあきれい事だけでは今の世の中ねやっぱりいかないということでそういう意味ではこのあ子こさんについても旦那様との学習とか周囲との学習とかねそういうこともちらちらっと上手に入れながらもうちらっと入れながらやっぱりあのこの生身の人でありますよというのを上手に。 書いてやるなという気がしました面白そうですねうん、うん、小学館版の九百円あ、九百円で学習なんか人物で、はいうん、漫画うん、ちょっと気になる方はぜひ手に取ってご覧になってください安官、はい、マンの梅でした